おはようございます。今日はとある一日をお送りしていきたいと思います。もうすぐクリスマスですね。朝起きてまずティムエルと戯れてナゴミの様子を見たりとか、可愛い子ちゃんたちに囲まれているのが本当に毎朝幸せだなと感じます。ご飯反応が違うか。ご飯君たちご飯わかったよ。はい、ご飯でーす。ご飯。まずは朝一でご飯をあげたりとか、ティムエルのお世話が朝から結構大変なんですよね。でも可愛いから癒しのひととき。サクッと朝の家事をします。お布団を乾燥させたかったので、枕はお布団の下に入れて乾燥機をセットしておきました。シーツはね、我が家は週1でしか洗濯しないんだけど、どうなのかな、ちょっと1週間じゃ汚い。皆さんはどのペースでシーツ洗ってますか？で、次は掃除機とかハンディモップとか、サクッとね、気になるところだけを掃除します。洗濯物あまりなかったので夜に回しちゃいます。で、掃除が終わったらプロテインと朝の余りの柿を食べます。で、今日一日の天気とか、あとこの日の週末に予定があったので週末の天気とかを調べてます。朝1週間天気とか1ヶ月天気とかを見るのが私のルーティンなんですけど、最近ウェブ検索をするときは楽天ウェブ検索っていうアプリを利用してて、すごい楽天愛用者の方にもおすすめだなと思うんだけど、このアプリを経由してウェブ検索するだけで楽天ポイントがね、貯まります。検索するたびに楽天ポイントが貯まるわけじゃなくて、条件はあるんだけど少しずつでも貯まるし、特別なことをするわけじゃなくて、ただ楽天の ID と紐付けるだけなので簡単だなと思って使ってます。ウェブ版、アプリ版があって、私はアプリの方が気軽に開けるのでアプリにしてます。牡蠣とプロテイン食べ終わったところで朝の食器を洗っちゃいます。
びしょびしょで変な顔になってるよ。戯れてたらいつも顔びしょびしょになるのあんたたちよ。なんで？どうして？え、なんかすごいお猿さんみたいになってる。なんで？1時間半ぐらいデスクワークしたところで一旦切り上げます。一回ハウス、ティーチャー一回ハウス、ハウス、ハウス、ティーチャーハウス、キムちゃんハウス、ハウスしてください。エルみたいにキムちゃんハウスの、ティーチャーハウス、こっちキムハウス、キムちゃんハウス、ハウス、ハウスでしょ、ハウス。ちょっとお待ちを。はい、ちょっと運動をします。この日は YouTube を見ながら簡単な有酸素運動と、あとは鬼の腹筋って調べて腹筋をしました。はい、運動した後にランチにします。今日は簡単なそうめんにします。一人お家でランチするときはいかに簡単にサクッと食べれるかっていうのがポイントです。セニョールのおひたしが余ってたので、このおひたしを全部入れちゃいます。発酵食品も取り入れたいので、体にキムチも入れます。あとはツナ全部入れちゃおう。あとはカツオとごまを振りかければ簡単なおめん完成です。自分の身支度を済ませていきます。で、このドレッサーにリップティントがついちゃってティッシュじゃ落ちなかったので、どうしたら落ちるんだろうと思って、これも楽天ウェブ検索でメイク汚れ落ちるっていう風に調べて、そしたら中性洗剤で落ちるよっていう情報があったので、歌マロで掃除してみました。そしたら見事にちゃんと落ちました。はい、ここでちょっとウェブ検索についてご紹介させていただきたいんですけど、この工数っていうのを貯めていくと楽天ポイントが付与されていきます。1日5口検索するだけで楽天ポイントが獲得できるんですけど、他にも初めて利用で最大250ポイントがもらえるというキャンペーンもあるので、こういうのもエントリーします。これは楽天利用者ならエントリー必須なのはわかると思うんだけど、必ずエントリーしてくださいね。で、普段の検索がポイ活につながるっていうのがすごいなと思って、私は普段から楽天愛用者で楽天カードも使って楽天ポイントをしっかりと貯めているので、普通の検索ツールを変わりなく使えて、ついでに楽天ポイントも貯めれるっていうのがすごくありがたいなと思って使っています。
はい、という感じで自分の身支度が終わったら、ちょっとクリスマスプレゼント企画っていうのを YouTube で開催して、そのプレゼントに添えるメッセージカードを一枚一枚書いていこうと思います。全部で59枚書くんだけど、集中力が途切れたら綺麗な字が書けないので、日にちを分けてこの日は15枚書いていきます。思いが込められない気がするので、はい、ここからは夜までサムネを作ったりとか連絡を返したりとか、お仕事の時間です。泣けるぐらい美味しい。本当に美味しいこれ。本当に間違いない。皆さん、皆さん、知らなくてもいい。上に雪が。そうですね。結晶が残ってますね。もう自分でドライヤーと櫛できるようになりました。夜のウロのドライヤーと櫛の撮影でした。おやすみ。バイバイ。
感じで今日はとある一日をお送りさせていただきました。最後まで見てくれてありがとうございます。最後に楽天ウェブ検索についてご紹介させていただきたいんですけど、普段の検索をね、楽天ウェブ検索にするとボイ活ができるよっていう、そういう新しいもののご紹介だったんだけど、私みたいに楽天愛用者の方とかボイ活普段からしてるよとかっていう方はぜひね使ってみてください。で、たまったポイントは楽天市場内のお買い物はもちろん、楽天トラベルとかでもお得に利用可能だし、あと楽天ポイントカードの加盟企業の店舗だったら利用可能なので、気になった方は概要欄からぜひアプリダウンロードして使ってみてください。という感じで今日はとある日の Vlog だったんですけど、ぜひ感想などコメントお願いします。そしていいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。